多田です。黒田さんのお料理はいつも美味しいです。何なんだろうこの関係。彼女の頭の中には、直接聞いてみたらどうですか。相談役 A がいる。バカバカバカ言ってるよ。彼女に怒られるんで、もう来るのやめますってなったら終わるよ。確かに。おっと、否定してくれない。おっと、失礼しました。今日は晩ご飯はどんな感じなんですか。今度食べに来てください。あ、ごめん、気にしないで。今のあなたは自分を見失っています。一人で孤独に耐えてる頃の方がよっぽど楽だった。人間なんてみんな生まれながらの一人様なんだろ。ずっと言おうと考えてた。感情を形にするんです。三つ子と A が挑む崖っぷちのロマンス。誰か私を食い止めて。大丈夫。